はい、まずはですね、ポケモン赤緑の裏技の定番中の定番、ポケモンのレベルを100にする裏技をやっていきたいと思います。こちらはですね、まずメニューを開きます。で、道具から7番目の道具ですね。こちら、1、2、3、4、5、6、7。7番目の道具のところでセレクトボタンを2秒間ぐらい押します。で、そうしましたら、こちらフィールド画面に戻って戦闘に入るわけなんですけど、いやー、この裏技ですね、自分も子供の頃リアルタイムでやってたんですけどね、あんま好きじゃなかったんですよね、一気に上げるっていうのは。やっぱりコツコツ上げたいっていうのがありますよね。で、こちらの、戦闘画面でですね、技のところでセレクトボタンを押します。じゃあこの泡を、この上でセレクトボタンを押してみます。そうすると、冷凍パンチというすごい美味しい技ができたんですけれど、こちらはね、まあ、あのところ置いといて、普通にコラッタを倒したいと思います。体当たりをするんですけど、レベルが145ってもうカンストしてますけどね。お、一発で倒した。敵のコラッタ倒れた。で、倒しますと、32の経験値をもらったにもかかわらず、レベルが100になるとね。いや、この裏技結構知ってる人多かったんじゃないですかね。うん、お、亀頭のようですね。この裏技ですね、意外とバグもなくてですね、すんなりできることで有名で、結構使ってる人も多いんじゃないかな。ただし、一気にレベル100になってしまうので、このゼニガメみたいに3進化するポケモンは、2進化止まりになってしまうんでね。そこら辺を注意しなければいけないんですけど、で、これでレベル100になりました。が、レベル100にする裏技です。次はですね、マスターボールや不思議な飴などのレアアイテムが買えるお店を出現させる裏技をやっていきたいと思います。こちらはですね、まずニビシティの南側のこちらの草むらのところまで来ましたら、ポケモン、2番目のポケモンを水ポケモンにします。こちらですね。うん。で、その後に、道具の、今度は14番目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。こちら14番目のところでセレクトを2秒ぐらい押します。で、さっきと同じように戦闘に入るわけなんですけれど、戦闘に入ったら今回は戦わないでですね、さっき2番目にした水ポケモンありますね。あそこのところで A ボタンを押します。まずポケモンを選んで、ここで A ボタンを押すと、すごいことになってますけどね。これが、毒。で、この状態で今回は戦わないで逃げます。で、逃げましたら、そのまま、ニビシティのショップへ向かいます。めっちゃ毒ってますけど、大丈夫ですかね。で、今度ショップに行きましたら、すぐに買えるわけじゃなくてですね、一回売りに来たを押します。そうすると、こちら、ヘデーポアジテーニロクヘデリュー。こちらを、売りますと、499,999円と、凄まじい額で売れるわけですね、こちら。で、こちらを売ります。はい。わ、一気に大金持ちですね。で、この状態、あれ ?BGM が、フェードアウト、何これ、怖っで、この状態で買いに来たをすると、こちらですね、イピパンが買えます。イピマン。伝説のアイテム、イピマが買えるわけなんですけれど、この下の方にスクロールしていくと、ジムバッジも買えちゃうわけですね。はい。しかも、ただで。ただでもらえて、あれですね、四天王に挑めると。素晴らしい。化石まで売っている。あー、イピマ大人気ですね。で、下の方に行って、カーソルが動かなくなりましたら、下の矢印を押しながら B ボタンを押すと進めるようになります。はい。で、B ボタンで進んでいくと、ほら、来た!マスターボールが0円で買えると。じゃあ10個くらい買っときましょうか。はい、ありがとうございます。これポケモン乱獲できますね、これで。はい。で、どんどん下に行っていくと、マスターやキャプテン、人身売買も行ってるわけですね。はい。卵!あれ?卵って金銀からじゃなかったでしたっけ?あー、これ開発途中でまだあったんですかね、この卵は。ひよこ。生まれたものまで売っています。はい。ハイパーボール、ポケモン図鑑。ああ、ポケモン図鑑まで販売されてるんだ。なるほどね。まあ、たくさんの人に配った方がね、図鑑も完成させやすいですからね。はい、なんでしょう、このハテナハテナは。ちょっと買ってみましょうか。はい、お願いします。それ以上持ちきれません。そんな。マスターボールは買えたのに。まあ、こんな感じで、いろんなアイテムが買えちゃうわけですね。で、お金はいくらでもありますし、ほとんど0円で買えるみたいなんで。道具に困ったらニビシティへ行きましょう。はい、皆さんニビシティに行きましょうね。
はい、続きましてはですね、あの幻のポケモン、ミュウを出す裏技をやっていきたいと思います。こちらはですね、まずタマムシシティに行きます。で、タマムシシティの右側の草むらのところに行きましたら、準備をするんですけれど、まず2番目に水ポケモンを用意します。で、こちら道具ですね、ここが重要で、一番上をマスターボールにして、2番目を売れない道具にします。で、こちらはなぜこうするかっていうのを後で説明したいと思うんですけれど、で、こちらの14番目の道具ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。こちらでセレクトボタンをまあ2秒ほど押しましたら、また戦闘に入ります。でこちらも先ほどのあのマスターボールとか不思議な飴を出した時の裏技と同様で、戦闘に入っても戦わないで、ポケモンを選びます。でポケモンを選びましたら、2番目の水ポケモンのところで A ボタンを押して、そして同様に逃げます。で逃げましたらそのままタマムシシティの、デパートですね、タマムシデパートの方へ向かいたいと思います。このミュウの出し方はね、自分当時リアルタイムでやってた時は知らなくてですね、もっと違うやり方でやってたんですよね。でも育て屋さんに預けるっていう裏技、多分知ってる人は知ってると思うんですけど、そちらでやってたんですけど、なんかこっちの方が確実みたいなんで、こちらでやっていきたいと思います。でタマムシデパートの2階に行きましたら、ここからが重要で、まず左に3マス進みます。1,2,3。で、その後に下に1マス進みます。で、こうしましたら、ここで、ステータスを見ます、自分の。はい。で、ステータスを見ましたら、店員に話しかけます。で、店員に話しかけまして、こちら、4番、うわ濁点祭り。この、4番目の道具を売ります。はい。1,2,3,4。4番目、PPL ですね。こちらを売ります。はい。そうすると、道具の2番目、売れない道具のところへ行きますね。そうしますと、勝手に2番目の道具が売られるらしいので、売られません。で、2階に来たら、左へ1,2,3。で、下に1歩。で、ステータス画面を見たら、そのまま店員さんに話しかけて、4番目の道具を売る。1,2,3,4。これで、お!音楽が消えた。成功かな、これ。で、売ります。売りますと強制的に2番目のアイテムのところにカーソルが行って、勝手に物を売られます。で、これが2番目に売れない道具を設置する理由ですね。で、この画面が出たら B ボタンを連打すると、来たマジで来たー、本当に出た、釣り上げたミュウ、あれ釣り上げたんだ、なるほど、はい。で、このミュウが出てくるんですけれど、実は戦うボタンが押せません。戦うボタンが押せないんで、道具しか使えないんです。で、道具を使うんですけれど、一番上の道具しか使えない。そして強制的に使われると。なので一番上をマスターボールにします。これでミュウができると。やっミュウのデータが新しくポケモン図鑑にセーブされます。ミュウ、新種ポケモン、高さ 0.4 メートル、重さ 4 キログラム、南アメリカに生息する、絶滅したはずのポケモン、知能が高く何でも覚えるということでですね。いやー、素晴らしい。こちらの裏技はですね、ちょっと自分初めてやったんですけど、確実にゲットできるみたいですね。はい。で、先ほど1回目で失敗したのは、なんかいろいろと条件があるみたいで、持ってるポケモンや持ってる道具の種類によって出るか出ないかが決まるみたいなんですね。なので、今のやり方で何かやっても出ないっていう方は、ポケモンを変えてみたりとか、道具の種類を変えてみたりすると結構できたりすると思います。で、今の状態ではバグってるんですけど、さっきと同じように14番目でセレクトを押して、で、戦闘して、で、また2番目の水ポケモンのところで A ボタンを押せばバグが治りますので、でそちらも、覚えておいてください。じゃちょっと見てみましょうか。イニイドイウ。ちょっと1匹預けて、ミュウを見てみましょうか。こちら、強さを見る。おー、さすがミュウ、強い。はたく変身、メガトンパンチ。はい。これが、ミュウを出す裏技でした。はい。次はですね、壁を抜けられる裏技をやっていきたいと思います。こちらのやり方はですね、まず道具の13番目の道具。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。こちらでセレクトボタンを2秒ぐらい押します。で、また戦闘に入るわけなんですけれど、
今回はですね、今まで2番目の水ポケモンで A ボタンを押してたんですけど、今回は一番上のポケモンで A ボタンを押します。で、戦闘に入りましたら、で、ポケモンで一番上で A ボタン。で、戦わないで逃げます。あら、逃げられない。なんでやねん。よいしょ、OK。で、次にですね、この状態で、今度は32番目の道具のところで、ヘゾ、メス、ヘベ、ハピパピハピハピパピパピパピ。これ、23番目じゃなくて32番目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。お、こっから、23、24、25、26、すごい。27、28、29、30。今、アブ9999だったけど。31、32。で、ここでセレクトボタンを押して、うわ、すっごいバグってる。怖い怖い。で、この状態でまた戦闘に入ります。大丈夫かな、これ。で、戦闘に入りましたら、先ほどと同様ですね。またポケモンを選んで、一番上のポケモンのところで A ボタンを押します。うわ、なんかピンチ。ニドランになってる。で、ここで A ボタンを押して、ザンミ、メスに、瀕死になります。はい、そうしましたら、ここで逃げます。で、ここで、そう !BGM が自転車の音楽になったら成功ですね。で、そうしましたら今度はこの段差。段差のところを、ぴょっと降りると、この通り壁抜けができるようになるんですね。はい。ちょっと、自転車乗りましょうか。移動。あるかな？あっただ。OK。この状態でしたらね、どこも簡単に、通り抜けができると。ここも、人も通り抜けられる。喋りかけられない？喋りかけられた。はい。ありがとうございます。で、こういう風に、なんか、波乗りを必要とする場所でも、簡単に、アイテムがもらえると。素晴らしいですね。うん。で、こういう風に、あっ！じゃあせっかくなんでね、このまま壁抜け旅行を してみましょうか。ね。なんか、うわ！なんかバグってる人が。大丈夫これ。こういう感じでね、行けないところも行けるようになってる。何これ？腐食化してる人が。人が腐食化してる。怖っ！うわ！なんか8月32日を彷彿とさせますね、このグラフィックは。怖い怖い怖い。なんか、え？ははは。斬新ですね。今流行ってるんですか、そういう格好。で、なんかこういうなんかね、変なところに入り込んじゃうとバグっちゃうんで、そこら辺は気をつけていきたいと思います。なんか面白そうなイベントとかありますかね。お、アイテム落ちてる。なんだろう。お！アイテムが喋ってる。君ポケモン強そうだけど理科は得意なのかい。うわー、人になった。どういうことなの。あ、理科系の男だ。はい、次はですね、ジムリーダーのバッジを全部一気にゲットできる裏技をやっていきたいと思います。今の段階ではこちらですね、今一つしか持ってない状態です。この状態から一気に、ジムバッジをゲットしたいと思います。やり方は、まず道具の9番目の道具ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここでセレクトボタンを押します。で、また戦闘に入ります。もうセレクトボタン万能説ですね、これは。なんでこんなバグが起きるんですかね。で、戦闘に入りましたら、今度は、順番は関係なくて適当なポケモンで、A ボタンを押します。うん。で、逃げます。で、そうしましたら、また道具を開きまして、うわ、アブ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 。すごい名前連呼されてますけどね。こちらで、数が0の道具ですね。あ、こちらですね。こちらの道具を捨てます。これ何番目だろう。1、2、3、4、5、6番目ですね。6番目のすごい傷薬を捨てます。そうすると、捨てたにもかかわらず増えてると。うん。で、この捨てたやつを、26番目に置きます。で、セレクトを1回押して入れ替えるんですけど、6、7、8、9、10、11、12、13、14、999、アブアブ、ほほ。15、16、10、
17、18、19、20、21、22、23、24、25、いかない、26、来た。で、入れ替えます。すると、すごくずる、気づく次が26番に行きましたね。すると、なんと全部バッジをゲットできてしまうんですね。おー、まさかの一発成功ということで。これでジムリーダーと戦わずして、四天王に挑めるというチート技でした。はい。でも波乗りが使えないので、四天王戦はいけません。はい、次はですね、壁抜けアイテムをゲットする裏技をやっていきたいと思います。先ほどのあの壁抜けをする裏技と違って、今回は壁抜けをすることができるアイテムを作るという技ですね。で、こちらはまず用意するのが、こちら、ロロロロロと名前を付けたいらないポケモン。こちらを用意しましたら、14番目の道具ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。こちらでセレクトボタンを押します。秘伝マシン02ですね。で、また戦闘に入るんですけれど、今回も戦わないでまたポケモンを選んで A ボタンを押します。で、その選ぶポケモンっていうのが、先ほどロロロロロとあだ名を付けた、こちらですね。このいらないポケモンです。で、バグったら逃げます。で、逃げましたら、道具を開くと、3番目と4番目の道具がバグってるんですね。こちらのどちらかを14番目の道具とセレクトボタンで入れ替えます。入力で、先ほどの秘伝マシン02。ここのところと入れ替えます。そうしましたら、またこの14番目でセレクトボタンを押して戦闘に入ります。さっきと同じ工程をもう一度繰り返すという形ですね。そうしましたら、また戦闘に入ったら、ポケモンを選んで、先ほどのバグったポケモンの上で A ボタンを押します。大丈夫かな？よいしょ！ロナイロロ！ロナイロロになりましたね。で、逃げると、バグが解消されて、で、先ほど交換した14番目の道具、こちらが残るわけですね。で、この入力というアイテムが壁抜けできるアイテムになります。早速試してみましょうか。いい感じにここにね、居合切りをしないと通れない場所があるので、こちらでちょっと壁抜けをやってみましょう。やり方はですね、まず、壁抜けしたい壁側を背中、壁側に背中を向けます。で、そうしましたら先ほどの入力、このアイテムを使います。そうすると、ポケモンの画面になるので、ここで B ボタンを押すと、左側にポケモンが残ると。で、また、BA ボタンを押して、で、この状態になりましたら、進みたい方向に十字キーを押します。これでいいのかな？で、そうしましたら、ポケモンを開いて戻ると、壁抜けをしていると。おー、素晴らしい一発で。これがあればですね、この居合切りを使わなくても簡単に壁抜けができると。で、このアイテムはね、何回でも使えるので、こちらはね、有効活用ができるわけです。で、このアイテムはですね、いろいろ、なんか応用が効きますんで、ちょっといろいろやってみましょうか。はい、クチバシティのサントアンヌ号乗り場までやってきました。こちらですね、イベントが終わっちゃうと、船は出航しましたと言って、こちら通れなくなってしまってるんですけど、先ほど作った壁抜けアイテムですね、そちらを使うとなんとまたサントアンヌ号に乗れるという、ちょっと試してみましょうか。先ほどの入力を使います。で、ポケモン画面になったら B ボタンを押して、で、下に進んだら、ポケモン画面をまた開いて戻ると。そうすると壁抜けができると。なので、こちらで下に行きますと、この通り、またサントアンヌ号に乗れるというわけですね。こちらでもしサントアンヌ号で、アイテムとかね、取りそびれちゃったっていう人は、この裏技を使うと、ちゃんと取れるようになるのでね、試してみてはいかがでしょうか。でですね、こちらですね、ここで、波乗りを使うと、トラックがあるんですね。こちら。これ謎のトラックなんですけど、どうやらこちら、開発段階では、なんかのイベントに使うはずだったらしいんですね。で、そのまま残ってる。まあ、あくまで噂レベルなんでわからないんですけど、こちらもね、波乗り使うと見れるんで、ぜひ試してみてください。はい、次はですね、先ほど作った壁抜けアイテムを使って、四天王と戦わないで殿堂入りするという技をやっていきたいと思います。こちらですね、ポケモン赤緑というのは、四天王一人を倒すと、次の四天王へ向かう扉が開いて、で、次のステージへ進めるという、そういうシステムなんですね。なので、壁抜けアイテムを使ってしまえば、こちらの扉も無意味ということで。じゃあ、早速ちょっとやってみましょうか。入力を使って、で、この状態になったら移動。
で、ポケモンで戻ると、こちら、折れるようになってしまうと。これを使うとですね、こうやって四天王と戦わずに、どんどん先へ進めてしまうわけなんですね。じゃあ、どんどんちょっと進んでいきましょうか。芝を避けて、次は、何でしたっけ、避けて、うん。で、最後の渡るのところがちょっと違うんですよね。渡るのステージというのは、渡るの横に立ってしまうと、自動的に戦闘が始まってしまうんですよ。なので、すいません、こうやって。で、初めてのチュー、ヒントチュー。で、渡るのステージ、こちらですね。この像、像のところで、先ほどの壁抜けアイテムを使います。で、こちらで、で、ここまで来たら、右に行くと。そうすると、戦闘せずに抜けられます。で、チャンピオンがいるわけなんですけれど、これは先に進んじゃっていいのかな？ちょっと話しかけてみましょうか。こんにちは。お、はい。あ、俺主人公じゃなくてライバルの名前、サトシって名前にしてたんだ。はあ、あれ、これは戦わなきゃいけない感じですかね？ちょっとあんまポケモンいいの揃えてきてないんですけど、やばいかな？まあ、多分四天王と戦わないで殿堂入りできるという技なんで、ライバルと戦わなきゃいけなくもない。ライバルと戦わないで進みます。はい。で、なぜか大木戸博士がいると。はい。チャンピオンも四天王も誰とも戦わずに、こうやって殿堂入りができてしまうという技でした。ただしこちらね、なんか大木戸博士と話してしまうと、レポートが自動的に書かれてしまうらしいんで、なんか、レポートしたくないなっていう方は、こちらのステ、なんですか、大木戸博士と話さないで終わるようにしてください。で、こちらが、四天王と戦わずに殿堂入りする裏技でした。はい、次はですね、大木戸博士とポケモンバトルができるという裏技をやっていきたいと思います。こちらはいろいろ準備が必要でして、まず、シオンタウンの左側の草むらに来ます。で、そうしましたら、こちらですね、ポケモン、一番上のポケモンを、居合斬りが使えるポケモンにします。うん、で、二番目のポケモンは、レベル100のいらないポケモンにします。で、このレベル100のいらないポケモンの、ちょっとここ複雑なんですけれど、二番目の技に、ポイントアップを3つ使います。で、3つ使った後に、残り PP が34になるまで使い続けます。で、そうしましたら3番目の技ですね。こちらはポイントアップを使わずに残りの PP を3にします。で、この状態で道具の20番目でセレクトをします。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。で、2秒ぐらいセレクトをしたら戦闘に入ります。こちらはね、いろいろ準備がめんどくさいんですけどね。まずポイントアップを集めなきゃいけないっていうのがめんどくさいんですけど。で、戦闘に入りましたら戦わないで、今回もポケモンの2番目のポケモンで A ボタンを押して逃げます。で、この状態になりましたら、ここで居合斬りを使って、この空間から脱出して、で、左上にいるポケモントレーナー。ここにポケモントレーナーが、1、2、3、4人いるんですけど、これの下から2番目の女の子。この子と戦います。で、ニャスって超可愛いのって言って、てる子に話しかけるとできるかな。来たー、一発来た。大木戸博士と戦えると、あ、大木戸先生になってますね。で、大木戸先生と勝負ができると。で、これはガチでバトルができるらしいんですよ。結構強いポケモンらしいんで、一応全部のポケモンをレベル100にしてきたんですけど、じゃあちょっと戦ってみましょうか。うん、これはだいたいレベル60から70ぐらいポケモンを出してくるらしいんで、ガチで戦いたい人はそれぐらいのレベルにしてからやってみるのもいいんじゃないですかね。すっげえ、4470でね、この技はどうやって発見したのかわからないし、結構確実にできるので、はい、順番は複雑なんですけどね、やり方を覚えちゃえば確実に出るので。でもなんかね、大木戸博士以外にもなんかベッド、街中にあるベッドですね。部屋にある。あれと戦えるらしいんですけど、それちょっとやり方がわからないので、ちょっとできないんですけれど。はい。すごいな。しかもいいポケモンを使ってきますね、大木戸先生。これは多分あれなんですかね。開発途中の段階では、大木戸博士と戦えるように作ってあったんだけど、ボツになっちゃったみたいな感じなんですかね。で、そのデータが残ってた、みたいな感じだとは思うんですけれど。発見した人は本当どうやって発見したんですかね。お、リ
リザード。リザードなんか、俺やっぱり、三、あの、最初の五三家の三人だとやっぱゼニガメを選んでますね。ゼニガメ好きなポケモンだ。よし。最後の一匹は何でしょう、ギャラドスか。はあ。じゃあこっちはピカチュウでいきましょうか。ギャラドスを最後に持ってくるっていうのもなかなかですね。普通リザードンが最後っぽいです。これは、あれなんですかね。最初の三匹選んだポケモンによって、オーキド博士が出すポケモンも違ってくるとか、そんなことがあるんですかね。はい。というわけで、レベル100なので、ね、朝日倒しちゃいましたけど、で、オーキド先生との勝負に勝った。そんにゃ、オーキド博士これはあれ、前の、トレーナー、女の子のトレーナーのセリフなんですかね、わかんないですけど。オーキド博士がまさかそんなセリフを。はい、というわけで、こちらがオーキド博士と戦える裏技でした。